長さんに質問です。はい、今特選軍を目指して筋トレ勉強等しております。はい、特選軍に入るためにこれだけはやっとけみたいなことがあったら教えてほしいですと。はい、シンプルすぎる。もう質問です。特殊部隊からスカウトって来るんですかと。あまり来ないと思いますね。聞いたことないですね。まあ基本的には自分がやりたいとはないとね。そうですね、だと思いますね。はい、私もそう思います。ちょっと聞いたことないですね、スカウトっていうのは。そうですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、日本の総理の警備って薄くないですか？米国みたいに狙撃手や特殊部隊を同伴させてもいいと思うのですが。まあそうですね。基本的に襲われねえだろうって思ってるから、そうですね。そういうふうに思ってるんで、そういう警備になるんだと思うんですよ。例えば日本でものすごい銃撃戦とか行われるような国だったと、もし日本がそうだったら、警備ってもっともっと固いと思うんですけど、起きないでしょうっていうね、起きないことを前提にした警備計画を立てるからそういうことになってしまうっていうのがあるんで、まあそういうふうに警備が判断してるんじゃないですかね。警察の警備部ね、がそういうふうに判断してるんだと思いますね。こんばんは、現役の高等工科学校生徒ですと。長さんに質問です。はい、今特選軍を目指して筋トレ勉強等しております。はい、特選軍に入るためにこれだけはやっとけみたいなことがあったら教えてほしいですと。はい、いっぱい友達作ってください。はい、シンプルすぎる。もう友達、絶対友達。あ、そうだよね。そう、中だけじゃなくて。確かに。これ結構確信ついてますんで、分かりにくいと思うんですけど、すごい大事なとこだと思うんで、はい、友達をたくさん作る。そう。絶対大切。なんで大切なのって思うかもしれませんが、頑張ってください。頑張ってください。あとリュックサック持ってね。そうですね。重たいもん持って歩くとかの基礎体力作りかなと。はい。はい。寝てる時に襲われた時の対応として何かアドバイスありませんか？まあ、寝てる時起きるしかないんですけれど、海外とかでちょっとね、鍵閉めてても入られちゃうみたいな時ありますよね。ああいう時はベッドと扉のノブをパラシュートコードとかで結んでおきます。と開けた瞬間とかに動いたりとかして気づく、そういったものがあるんで、あとは入り口付近に何か物を置いておく、そうガラッて入ってきた時にガチャガチャって音がして起きやすくなる、一発目の挙動に気づけるっていうような工夫をされるといいのかなとね。寝てる間に襲われたら無理ですね。ねえ、スピーってしてたらブスってやりますんで、まあ起きるためには何をすればいいかっていうのを考えておくのが大事じゃないかなっていう、ね、感じですかね。はい、ありがとうございます。